第3章南小田原町の路地の外、おかくの店とはちょうど反対の方角に投げ槍の中七の巣があったのです。それは家というにしてはあまりにも貧弱で、くしゃく二軒の物置に芯の出た畳が2、3枚入り、鉢巻きをした火鉢と怪しげな夜のものと箱膳が一組、水亀が一つあるというに過ぎません。池田様、今度は間違いありません。下手人はやはり中七に決まっておりますよ。池田大輔を迎えた明石町の文治はいかにも誇らしそうでした。千太郎を縛った不面目の取り返しがようやくここでつきそうに思ったのです。中七は？大輔は尋ねました。ここへ連れてきて見張っております。みじろぎもさせるこっちゃありません。文治の張り切りようは大変です。池田大輔は家の中へ入って一応目を返しましたが、驚くべき簡易生活で水亀と鉢巻き火鉢のほかには影を作るものもありません。この巣の主人投げ槍の中七はがんじがらめにされて柱に縛られ、ふんふんたる土器をたぎらせて池田大輔の一行をねめ回しております。これが布団の中から出てきました。文治が持ってきたのは女の頭から切った髪が二束で、赤毛と島田との違いはありますが痛々しくも不気味なものです。そんなものを俺は知らねえぜ。俺はそんな痛々しいことをするもんか。柱に縛られたまま中七は公然として肩をそびやかすのでした。この財布は知らないと言えまい。おとついすっからかんに叩いたことはちゃんとネタが上がってるんだぜ。昨日までビタ一文なかったはずのてめえが12両という大金を持っているのはどういうわけだ。それにこの財布は殺されたガラガラおかくが肌身離さず持っていたことは町内で知らないものがねえほどだ。文治はウコンモメンの財布の中に12枚の小判をチャラチャラさせながら詰め寄るのです。知らねえ知らねえ、そんなことを知るもんか。財布が一人で押し入れ飛び込んだんでなきゃ誰か俺に罪をかぶせるつもりでやった細工だ。中七もなかなか負けてはおりません。それじゃあ聞くが、お前は夕べどこにいたんだ。池田大輔はその争いの中に割り込みました。よいから亀屋を狙っていたよ。俺はあのおんめ坊の死骸を一目見たかったが、お通夜の客が粘ってその隙がなかったんだ。とうとう夜中過ぎまであの庭の隅に頑張ってようやくおんめ坊の死骸を持ち出し裏の物置に運び込むのが精一杯じゃねえか。誰がよ、こぎたねえおかくなんかを付け狙っているもんか。誰かおめを見張っていたものはなかったか。お前がおんめの死骸を運ぶとき人につけられたような気はしないか。そんな気がしねえことはねえが、俺はおんめの死骸と婚礼する嬉しさでゾクゾクしていたんだ。おかっぴきが100人来たって驚くもんか。ちくしょう。中七は空嘘吹くのです。存分にふてくされてはおりますが、その顔は火のような情熱に燃えて生死も超越した無法さと一種不思議な法悦に輝くのです。お前は字が書けるのか。大輔はその興奮の静まるのを待って尋ねました。ちっ、そんな器用な芸当ができるもんか。絵習いをしたことはないのか。そんな心がけのあるり方はしねえ。中七は頑固らしく首を振るのです。その男は一文普通でいろはの命もかけませんよ。才の目を読むほかには知恵のねえ野郎で。土地物の文治は宙を入れました。それではお梅が殺された晩、お前は湯屋のあたりをうろうろしていたというではないか。若い池田大輔にはそんなことを聞くのが決まり悪そうです。面目もね。中七は恐れ入ってしまいました。それからしばらくの間湯屋を覗いていたというもんがあるぜ。源太は口を入れました。冗談じゃねえ、あっしはそんなキザなことをするもんか。はばかりながら何よりの中七と言われるものが。あんまり大きな口は聞くなや。死骸なんか盗み出したくせに。源太は追求します。死骸を盗み出しながら湯屋のぞきはしねえよ。あの晩おんめ坊が湯屋へ行くと知ってあの辺りをうろうろしていたのは、おんめ坊の顔を見て
あの娘の声を聞きてばっかりのことさ。現に姉のお供さんと一緒に来たのと路地の中ですれ違って、今晩はあんまり悩ませるなよおめぼ、てなことを言って路地に残る移りがを嗅いでそのまんま霊岸橋の賭場へ飛んで行ったよ。嘘だと思ったら霊岸橋の元吉親分に聞いてみね。五つ半には夢中で会っていたはずだ。するとその時路地で誰かに会わなかったのか。あやしたよ。おめぼ姉妹と亀屋の番頭のあの青びょうたん野郎と亀井のだんまる金太と、それは青梅がお湯へ行く時だな。五つの鐘が合図だ。舞台は小田原町の新蔵横丁さ。投げやりの中七は柱に縛られたままで芝居じみた見栄を切るのです。第四章。池田様、どうしたもんでしょう。明石町の文治もすっかり自信を失ってしまいました。とりあえず霊岸橋の元吉のところへ人をやって聞くと、お梅の殺された晩、投げやりの中七は間違いもなく霊岸橋の賭場へ5つ8時少し過ぎには顔を出して、日頃と少しも変わらぬ態度で負け続けており、昨夜お角を誘い出して物置で殺したのも中七の日頃と思い合わせて腑に落ちないことが多すぎたのです。中七とお角は実婚でもあったのか。池田大輔は最後の問いを出しました。とんでもねえ。中七はお角の店からうんと借り倒して賭場へも寄りつけねえような仲でしたよ。文治が説明しているうち、中七はさすがに面目ない様子で首を垂れております。それにこの熊の子のような中七の風体を見ると、いかに武女のお角でも生まれて初めてらしいおしろいまで塗ってのめのめと誘い出されようとは思われません。お角と懇意な男はなかったのか。だんまり金太ぐらいのもんでしょうよ。あれは女のようにネチネチしておりますから、ガラガラおかくとよく馬があったようで。池田大輔はそれを聞くとしばらくは何やら考えておりましたが、それじゃあ中七の縄は解いてやるがいい。大丈夫でしょうか池田様。大輔のうなずくのを見ると、明石町の文治もこの上躊躇するわけにもゆかず、不祥不祥に第二人目の獲物を逃してやるほかはなかったのです。池田様、お指図お願います。それからどうしたもんでしょう。縄を解かれてそれ見ろと言った顔で意気揚々と引き上げてゆく投げやりの中七の後ろ姿を見ながら、明石町文治は少し嫌味になりました。文治、それほど言うならすぐにも下手人を縛らせてやろう。え、誰か人をやって亀屋の手代の久米吉を見張らせるんだ。やっぱりあの野郎で。待て待て、縛れと言ったわけではない。それから亀井の金太はどうした。亀屋で御目のお弔いの世話をしておりますが、何でもおとついの晩湯から帰ったら串を入れてもらいてえと御目坊が金太に頼んであったそうで、その約束があるから私に死骸の化粧を手伝わせてくださいと、あの大の男がボロボロ涙を流しながら頼み込み、さっきからお梅の髪の手入れをしていますよ。下っ引きの一人がこう報告するのです。よしよし、それじゃあその金太のうち案内してくれ。次第にこの事件もゴールに近い心持ちでした。明石町の文治と雨屋の仙太郎に案内させて、一行は同じ町内に固定ながら清潔に住んでいるだんまり金太の家へ行ったのです。手分けをして念入りに調べるんだ。大輔の指図で源太と文治とその子分たちは手慣れた調子で家中を調べ始めました。何を探しますんで。お梅の紙だ。それはしかし無駄でした。狭い家をなめるように探してはみましたが、お梅の頭から切ったらしい毛などはなく、それはいくらか予期していた金もほとんどないと言っていいほどの製品ぶりです。とんだ当て違いですね。明石町の文治は妙にニヤニヤしております。池田大輔の若さを信頼しきれなかったのでしょう。いや、これは見当違いではないよ。そこをいい加減にして一行は亀屋へ取って返したことは言うまでもありません。中へ入ると弔いの支度で何やらごった返しておりました。親分、私をどうしようとおっしゃるんです。私は何にも知りませんが。
文治の子分二人に監視されて、番頭の久米吉は悲鳴を上げます。